リチャード・ストルツマンは、アメリカ合衆国のクラディネット奏者。ネブラスカ州オマハ生まれ。父親は、アマチュアジャズ奏者の鉄道員で、幼少期をサンフランシスコやシンシナティに過ごした。オハイオ州立大学より数学と音楽の両方で、学位を取得。その後、イエール大学で、キース・ウィルソンに指示し、音楽学で修士号を取得。その後、コロンビア大学の博士課程に在籍した。 今では並ぶもののない名手として知られているが、最初プロオーケストラのオーディションを受けたが、不合格、ストルツマン以前には、ソロのプロクラリネット奏者という職業が存在しなかったこともあり、敗者になるか音楽家になるか、この時期に大いに悩んだという、バーモント州のマールボロ音楽祭で、プロの演奏家として活動を始める。 1973年には、メシアンの世の終わりのための四重奏曲を演奏するためのメンバーを探していたピーター・ゼルキンに誘われ、アイダ・カバイフィアン、フレッド・シェリーラと共に現代音楽演奏団体、タッシの創設メンバーに名を連ねた。なお、同曲については作曲者のメシアン自身から指導を受け、その時の経験が、クラリネット奏者としての成長に重要であったと、10回している。 ソリストとして、たくさんのオーケストラと共演しているほか、国際的なジャズフェスティバルにも参加し、メルト・オーメやジョージ・シアリングらと活動を共にしている。2012年に、日本人マリン・ビスと吉田美香と結婚。おそらく現在のクラシック音楽界では、最も著名なクラリネット奏者で、100以上のオーケストラや多くの室内合奏団との共演のほか、ソロリサイタルにも活躍している。 レパートリーは幅広く、録音数も多い。モーツァルトやブラームスなどの定番のレパートリーのほかタケ竹光トールやジェラルド・フィンジなども録音している。なお竹光トールは、達詞のために、カトレーエンを、ストルツマンのために、ファンタズマ、カントスを作曲している。リチャード・グードと共演した、ブラームスのクラリネット・ソナタの録音と、エマニュエル・アックスやヨ、ーヨー・マラと共演した。 ブラームスのクラリネット30奏曲の録音により、2度、グラミー賞最優秀室内楽演奏賞を獲得している。2005年9月1日に、イエール音楽学校より、長年の活躍を称えて表彰されている。ストルツマンの特徴として、ジャズやクロスオーバー音楽への積極的な取り組みが挙げられる。キース・ジャレット、チック・コリア、エディ・ゴメス、ビル・ダングラス、ゲイリー・バートン、 ジェレミー・ウォールらと共演を重ねている。オペラ・アリアをクラリネットで演奏したアリア・バッハの曲をラテンアメリカ音楽のリズムに乗せてアレンジしたワールドビート、バッハなどユニークな企画のアルバムも多い。アルバムニューヨーク・カウンター・ポイントではジャズとアメリカの現代音楽を特集している。ストルツマンの奏法はダブルリップ奏法と呼ばれるやや特殊なものである。 上の唇で歯を巻いて楽器を構えるものでカルメンオッパーマンから学んだ。楽器を歯で加えて固定せず柔らかく構えることから吹き方が乱暴にならずより繊細な表現が可能であるという。クロスオーバー音楽のアルバムなどではあたかも人間の声のようなビブラートや音色を楽しむことができる。ありがとうございます。